スノーキーこと小手川幸也です。週末恒例来週の戦略についてお話していきたいと思います。いやー、大変な一週間でしたね。本当に、えー、っと、FOMC、そして米雇用統計があるので、まあ、えー、波乱要素はあるのかなと思っていたんですけども、 結局、最も、えー、為替や株を動かしたのはトランプ法ということで。まあトランプ法は突然出てくるんでね、あれ読めない、<laughs> 読みようがないですよね。はい。という、まあ愚痴を踏まえつつ、えー、来週。 ループイフダンセミナーです。内容としては、ループイフダンを始められたばかりの方、あるいは運用しているけど、ちょっとこのやり方でいいのかなって悩んでいる方、これから始められる方に向けた内容となっております。はい。仕組みなどは1から説明いたしません。で、私の現在の保有ポジションなんですけども、数日前動画あげましたね。先月の成績。はい。で、まぁ、あ、こんな感じでやってるんですけどもですね、 この AI の自動売買がすごい、すごかった。ツイッターの方でもツイートしてすごくリツイートとかいただいたんですけども、なんとですね、えー、109円台で売りポジション持って、106円台で利益確定という2円抜きしてたんですよ。いや、こんなことを AI がするんだったらもう人間のサイ能いらんなと思ったんですけども、まあこれから先ね、えー、うまくいくかどうかはわかりません。ちなみにこの AI は今、えー 土典概要しました、この後。ちょっとあの、ここまで、えー、反映されてないんですけど、昨日の夕方時点での成績ブログで書いたので、動画概要欄に貼っておきたいと思います。さあ、えー、株価の方ですね。はい。まあ、ニューヨーク株の下落、ね、受けて、えー、下げました。はい。な,なんとか、えー、2万1000円台はキープなんですけども、まあ、これはちょっと、 とどうでしょうね、下げ止まら、あ、な、難しいかなと思うんですよ、まあニューヨークダウ次第なんで,で、ニューヨークダウを見ると、まあ、一応、えー、っと、向こう米国統計の後ですね、下げていたのが、ちょっと、はい、えー、買い戻し入ったんですかね、はい。なんですけども、まあ、米中貿易戦争、貿易摩擦のその懸念が再燃したっていうことで、 買う材料っていうのがちょっと見当たらないかなとあと中国の方も報復関税っていうのをまたやってくるのかあるいは、えー、すぐにしてこなくってもしてくるんじゃないかしてくるんじゃないかっていうのでまた相場の、えー、その環境っていうのが悪くなってっていうことであともう一つねあのトランプさんのあのツイッターも FOMC で、えー、利下げ、ね、0.25%ですかした後に。 あの辺とかも全部こうなんか計算なのかなと。で、えー、確かパウエルさんが次回の利下げについては、まあ、後ろ向きな発言してるんですよね。ただ、えー、まあ、もしかすると来月、んなんか追加利下げがあるかも、来月か忘れましたけども、追加利下げの可能性はまだあるっていうのはちょっと見ましたけど。はい。 で、えー、まあ、週足チャートで見ると、こんな感じで、まあ、やっぱりここは積極的に買いに行ける場面ではないかなとは思うんですけども、なんせま、ニューヨークダウなんで、えー、はい。で、えー、やっと為替の方行くんですけども、まあ、ここは本当に久しぶりにこれ、2円ぐらい下げましたね。天井から、えー、ドスンと。うん、で、 106円台、えー、まあ、半ばで一応終わってるんですけども、これも日足で見てもわからないんで、えー、週足で見るとこんな感じです。まあまあ、まあ抜けたらあかんとこ抜けたなっていうとこで。まあ、やっぱフラッシュクラッシュの時の104円台っていうのは、えー、来週かどうかわかりませんけども、目指しに行くのかなっていうことと、あと、お盆休みがね、また日本近づいてきていて、えー、っと、 来週3連休があったりとかお盆休みとかあったりで、まあ、その辺りもまたね、えー、去年はなんせトルコリラショックがあったので、えー、そこに向けてそのお盆休みに向けて今からこう円高方向に、えー、まあ AI なのかアルゴリズムなのかヘッジファンドなのか分かりませんけども円高方向に振っていかれると。 まあちょっと嫌な感じなのかなということでまあ損切りするとか、え資金管理、入金するとかっていうことをちょっと今のうちからもう考えておかないといけないかなと思います。これ、米ドル円に限らずね。はい。大円通貨ペアのロングポジションを持っている方は。はい。で、ユーロ円もまあこんな感じで、え下げております。はい。 で、えー、こちらも週足で見た方がいいので、週足で見ると、まあ、フラッシュクラッシュの、えー、水準ぐらいまで、えー、まあ、でもなんか、やっとっていう感じですよね。このあたりは結構もう円高になるんじゃないか、円高になるんじゃないかで、やっとそれから、あの 8, 8月になって、7ヶ月経って、そこまで来たということで。はい。で、えー、もう、A ポンドはね、す、え、で、ー、に結構下げていました。で、それがさらに下げているということでもう、こうやって見ると、147円から、えー 129円まで,まで、結構早いピッチで下げてるなと。で、週足で見ると、もうこれフラッシュクラッシュの時の、えー、水準も、よりも下に行ってるんですよ。ただまあ、ちょっとさすがにやっぱり売られすぎかなっていうのはあるので、えー、どこかでね、えー、まあ、反転上昇するのかなっていうところで、えー、そこはまあ、買いに行きたい方、あるいはもう買いに行った方、ロングポジション持った方っていうのいらっしゃると思うんですけども、どうなんですかね。まあ、ベドル円の方がとりあえず止まってくれないとっていうところがあるんで、 で、え、ユーロドルの方は、まあ、これも私、ロングポジション持ってて、ああ、嫌だな、抜けちゃったな、と思ったんですけども、なんとか、えー、下髭ついて、えー、戻ってきております。もう、米ドル円、あ、ごめんなさい、米ドル買われて、円買われてっていう状態で、まあ、その2強だけじゃなくって、ちょっとやっぱユーロの方も、えー、買いが入ってくるといいんですけど、ということで。はい。で、えー、ポンドドルで見ると、こちらも、まあ、ちょっと、 まだそこ打ちかどうか分かりませんけども、まあ来週にかけて、えー、上がってくれたらいいなっていう形にはなっています。はい。で、ユーロエイポンドなんですけど、まあこちらは多分来週大きく動かないかなと、もみ合いかなと思って見ています。さあ、ゴードル円ですね。いやー、これはきついなーやっぱり米中貿易摩擦再燃したらまたね、えー、オセアニア通貨売られてっていうところで、 うんまあこの辺り頭重いなっていうところで、えー、そっかりもう一気にこの76円からもう72円までねさあ厳しいですねまあこちらも週足チャートで見ると、えー、フラッシュクラッシュの時の水準の71円がもう近づいてきていてまあこれはもう行ってもおかしくないし抜けてもおかしくないなっていうところですね同様にニュージーランドドル円もまあなかなかえげつない売られ方していて、えー、もう69円台 はい。これもまあ早かったですね。この下げは。で、週は7ー後で見ると、まあこんな感じです。はい。まあ、やっぱり今のこの、そのやっぱ米中動向っていうこともあったりとかで、はい、なかなかね、難しいなー。で、えー、5ドル、ニュージーランドルはこんな感じです。はい。まあまあ、今のところはそれほどさ波乱なくと。 でカナダドル円ですね。まあ、ループイフダンやるんだったらカナダドル円、まあ、クロス円だったらカナ,ダカナダドル円やりたかったってずっと言ってたんですけども、まあまあ、下げてはいるんですけども、それほどいかつい下げでもなくということで、まあ、周波ート見るところまでまだ行っていない、前回安値、ねえー、は抜けていないというところです。はい、で、原因の方が、えー、50ドル台でのも、まあ、み合いというところで、 まあこれも株価が下がっていったら、うん、下がる可能性あるんでしょうけども、まあ、それほど、ぐっと下に行く気もしないんですけどね、今の時点では。はい。で、トルコリラインですね、まあ先週、えー、まあ先週の動画で、えー、利下げね、4.75%ですか、まあしても下がらなかったんで、トルコリラインはいじゃないかっていうタイトルで動画をお送りして、まあ実際にこれいだろうなと思ってたんですけども、ところがまあ、あの、 円高方向に触れちゃったんで、えー、一旦下に行きましたけども、それでもそんなに下げていないんで、まあただまあ、ベイドル円が、えー、もっと下に行くと、ここ上に行こうにもやっぱりそっちに足引っ張られちゃうんで、まあ短期で、えー、高金利通貨ピア3兄弟の中でどれ買うかって言われるとトルコリラ円だとは思います。短期で見ると。 ただ中長期で見るとトルコリラインが正解なのかどうかっていうところはね、まあ、あとトルコリラインのスワップが本当毎週毎週下がっていってるんですよね。まあこれ政策金利下がったことも、政策金利が下がったこともあるかと思いますけれども。はい。で、メキシコペソ円ですね。まあ私が買った後、買い増しした後下がった。あと数日やった。でももうあの動画の中でも言いましたけども、そんな下げ次いつ来るかってわからないですし、特にトランプ法なんかまあ読めなかった。 でんかすごく下がった気しますけども言ってもこれ、えー、20銭ぐらいですかまあまあメキシコペソ円ってこれ5.7円台なんで20銭でも大きいんですけどもはいでまた調査結果、まあ、こっちもちょっとちょ,ちょっと下がってきてるんですよねでまあえー、っと1日30円違うと1年間でどれぐらいの差がつくかっていうことを、まあ、あの一応計算したものあるんで、えー、この動画概要欄 などに貼っておきたいいと思います、はい、で、えー、南アフリカランド円がおいおいおいっていう感じなんですよね。まあこ、こら当たり本当よかったんですけども、ここで一気に、何でしたっけね、えー、ファンダメンタルズの方でもちょっと問題があって、えーまあ、あと、格下げもちょっと前にあったのかなとか、まあ、あと、円高方向に触れてる、えー、リスクオフに動いてる、もろもろ材料あって、今は下げているんですけども、ただ私の、えー、その、 買い方というか、ポジションの持ち方は別、まあ、これぐらい下がったらもちろん含み損は出てくるんですけども、えー、強制ロスカットの心配にっていうのは今のところ全然ないです。はい。で、来週の私が思う重要指標などなんですけども、まずオーストラリアの政策金利発表、まあ、こちらはまあ据え置きだとは思うんですけども、まあ、えこの直近の為替の値動き等々もありますし、えー、景気のことも含めて、 これから先、さらに利下げっていうことするのかっていうことの発言ですよね、ここは。で、えー、ニュージーランドの方はもう、あの、市場は利下げっていう見方をしているようなので、まあ、ここでまた、えー、一段安、おせ年通貨あったら、ちょっとなかなか厳しいなっていうところですね。はい。 で、その時の来週の戦略です。まあ、ここはもう、大円通貨ペアに関しては弱気で行くしかないかなと思うんですけども、米ドル円は弱気、ユーロ円とエポンド円は中立からやや弱気、ゴードル円、ニュージーランド円は弱気と。で、ユーロドルは強気、エーポンドドルは強気ということで、まあ、ちょっと、あまりにも、えま、ベドル買われすぎていたっていうこともあってということで、あと今回ちょっとチャート出しませんけども、あの、 5ドルがですね、対米ドルでものすごく売られていて、もうそこもあの、えー、まあサポート抜けちゃってるんですよ。そのあたりも、えー、ちょっと5ドル円、ニュージーランドル円のポジションをお持ちの方は、まあ、気にしつつどうするかということを考えた方がいいかなと思います。ということで、えー、投資に関する最終決定ご自身の判断と、えー、自己責任でお願いいたします。あれそういえば、米ドル円の時に言いましたっけえー、っと、黒田さん、黒田さんっていうか、あれはなんか、 文言かな、えー、日銀のその政策金利の会合の後の文言で、えー、追加緩和の、まあ、手段は持ってるみたいな。一応何かするかもしれないっていうことで、まあ、この今の段階での、えー、こういろんな要素を見て、あとまあ、ね、消費税増税が迫ってるんで、まあ、それに向けて、えー、何か緩和を次回、 来月出す可能性があるっていうことをちょっとさっき言ったかどうか忘れてたんで、今言っておきました。はい。ということで、今回の動画は以上になります。うん、まあ本当にお盆休みに向けて不安な日々が続きそうですね。ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。